サフラン選手持たせます。山田選手抜けてファーストダウンを取っていきました。敵陣11ヤードからの攻撃。さあ今度はピッチします。山田選手のラン空いている、空いている、飛び込んでタッチダウン。選手当然左のオプションプレーでうまいこと決まりましたね。右のレシーバーがいます。さあその左を見て亀山選手、11番亀山明選手のパスがセーフ。2バイ1持たせます。川淵選手空いている。これも大きなゲインになります。林太郎選手普段神戸島の試合が多いんですが、天然島のちょっとここ難しいと思うんですけど、さあこのキックはありましたね。フィールドゴール成功です。44ヤードのフィールドゴール攻撃です。さあバックパスでした。137番のマス。さあヤルチサブロン選手からどうでしょう。カメラシーバー左にはロバート・アル・ジョンソン選手がいますが、そのロバート選手を狙ってチャレンジャーズ追加点です。西山選手あーとインターセプト。左右に2人ずつのレシーバーを配置しまして、ショットガンフォーメーションから真ん中のパス空いていた。自立相馬選手の攻撃です。左右に2人ずつレシーバーがいますが、その右側のあーとでインターセプトです。先ほど伊藤選手に抜かれてやられた。からあっと囲まれて QB シャックです。どうですか、タッチシーズン第5節最終節、お隣福岡さん。